今回の仕事は店の中にも協力者が必要ですからな。ちょっと待っとって。残り13日と20時間、2000万あればなんとか勝負できる。 2億にできる。ほな、母ちゃん紹介すんで。安田。ああ。これ4年か3年前にね、海外のアイライフっていうロボット掃除機なんですけど、使ってるんですけど、見て、未だに現役です。1万、なんぼだろうね。これ6000円くらいなのかな。やっぱペット飼ってるとね、見てこれ。これ昨日も動かしたんですよ。ほら、見てこれ。やば。これ、やばい。やっぱ、犬猫いると毛がすごいわ。そこら。ああ、起きるか。どこ行った。どこ行った。たぬきち。たぬきちゃん。あ。起きるよ。たぬきちゃん。起きるよ。よいしょ。あ、ちょっと。よいしょ。よいしょ。ショコラも来たよ、ショコラも。来た。よいしょ。よいしょ。はい、こんにちは。家の照明の一部を人感センサーにしました。人が通ったら勝手につくようにしました。では確認してみます。まずは玄関を開けます。すると、ここで、はい、つきました。人感センサー。で、今度階段にも人感センサーがあります。ここに来ると、はい、つきました。そこ人感センサーです。で、ここのホールも人感センサーで、奥も人感センサーで、はい、こういう感じで近くに行くと勝手につくようになって、電気でポチポチってやったり、あと上から降りてくるときも一回一回、一箇所、二箇所、三箇所と何回も電気のスイッチをオンオフする必要がありましたけど、その必要がなくなりました。ではそこにも人感センサーがあるので、こんな感じで勝手についてくれます。はい。よし、アマゾンの紙をきれいに取っとこうかな。なんか包むときにね、使うかもしれないから。よし。きれいに取っとこうかな。あ、きれいだ。ちょっと、あんた、ちょっと、やめてください。よし。これね。よし。手伝ってくれてんの？あの、うちも手伝ってくれてんの？これ。よし、よし、よし。よし。
なんかいた？たぬきち。たぬきち？なんかいた？なんかいた？それカメムシだよ。たぬきち。カメムシってんだよ、それ。こんにちは。今日は実家に帰った。実家に帰ってきたので、実家の日常動画撮ろうと思います。まずは今、このニナニっていう人の YouTube 動画にハマって、最初から順番に見てます。この女の子をめちゃくちゃ恋愛のことを教えてくれてるんですけど、ご覧の通りすごい可愛いんですけど、なんか、すごいお笑い芸人みたいな、すごいことしてるんです。かっこいい。北海道って結構もう寒いんで、これ今電気ストーブつけてみました。特に灯油ストーブもあるんですけど、灯油ストーブね、すごい臭くなるんですよ。灯油ストーブも安いんですけどね。で、電気ストーブでもいいかなと思って、この前計算したら、まあ1日12時間くらい使っても1ヶ月で3000円くらいだったので、まあなら電気ストーブでもいいかなと思って、電気ストーブやったらタヌキチがね、電気ストーブの前で寝るようになりました。でさっきね、ここにショコラいたんだけど、タヌキチにちょっと場所を奪われて、今ショコラこっちにいます。今お父さんが来ましたね。お父さんおばあちゃん家でいつも寝てるんで、今から仕事行くのかな？いや、今日何日？今日月曜だから仕事か。仕事行くのかな？ショコラが明日に行った。タヌキチ。タヌキチ。